5分でわかる本のまとめ。今回は筋トレが最強のソリューションであるという本を解説していきます。最初に結論を言うとこうです。筋トレによって3つのホルモンが活性化する。その3つのホルモンとはテストステロン、セロトニン、ドーパミン。そしてこの3つが活性化することでやる気アップ、メンタル安定、幸福感アップなどの様々なメリットを得ることができる。というわけでこの動画では1、筋トレに関する3つのホルモン、2、筋トレのメリットが多すぎるという話という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、筋トレに関する3つのホルモン。筋トレによって体や精神にいい影響を与えるホルモンの分泌を促すことができるということが科学的に明らかにされています。そのホルモンの1つ目はテストステロンです。このテストステロンには骨や筋肉の強度の維持、動脈硬化やメタボリックシンドロームの予防、やる気や闘争心の向上という効果があります。何をやるにしても結局体こそが最重要な資本ですし、何をやるにしてもやる気は成果を左右しますよね。つまりテストステロンはめちゃめちゃ大事なホルモンなわけですが、このテストステロンは40歳をピークに1年ごとに 1-2% ずつ低下し、肥満やアルコール中毒、ストレスの原因になります。しかし筋トレをすることでテストステロン量を維持できるので、肥満、アル中、ストレスを防ぎつつ、強くて健康な体ややる気、闘争心、つまり若々しいエネルギッシュさといったところでしょうか、それらを保つことができるんですね。次に2つ目のホルモンはセロトニンです。セロトニンは頭をすっきり、気分を爽快にさせてくれるホルモンです。もう少し掘り下げると、別名幸せホルモンとも呼ばれているこのセロトニンは脳を最適な覚醒状態にするという作用があり、さらには心を落ち着かせて安心感を感じやすくさせたり、痛みの調整を行ってくれたりします。またこのセロトニンは腰痛や関節痛にも効果があり、慢性的な痛みを和らげてもくれます。慢性的な痛みが和らぐだけでも人生の幸福度は大幅に上がりますよね。最後に3つ目のホルモンはドーパミンです。ドーパミンは一言で言えば快感を与えてくれるホルモン。運動した後ってこう何とも言えぬ気持ちよさ、快感がありますよね。まさしくあれです。あの時に脳からドーパミンが出ています。ドーパミンが出ることで多幸感や気分の高揚、興奮などの作用が生じます。もう要するにめちゃめちゃ気持ちいいっていうことです。というわけでここまでの内容をまとめます。筋トレによって体や精神にいい影響を与える3つのホルモンの分泌を促すことができる。テストステロンは強くて健康な体、やる気や闘争心、若々しいエネルギッシュさを作る。セロトニンは頭をすっきり、気分を爽快、痛みを取ってくれる。ドーパミンは快感や多幸感を与えてくれるということでした。では続いて2、筋トレのメリットが多すぎるという話。結論、筋トレによって得られるメリットは以下に挙げる通り本当にたくさんあります。体力向上、健康、ストレス解消、自尊心の向上、アンチエイジング、セクシーな体を手に入れてモテるようになる、筋トレ仲間ができる。まず分かりやすい変化として、筋トレによって筋肉がついていく、セクシーな体を手に入れていく過程で体力や健康にいい影響が出ますし、さらには自尊心の向上やモテにもつながっていきます。それだけじゃなくて、先ほど説明した3つのホルモンの作用によってストレス解消、アンチエイジング、メンタルの安定などたくさんのメリットを得ることができますよね。しかも筋トレに励む中で筋トレ仲間ができることもあるでしょう。要するに筋トレにはかっこいい体、セクシーな体という外から見えるメリットだけではなく、ホルモンによる体の内側からのメリット、また筋トレという趣味から人間関係に派生するというメリットもあるということです。そういうわけでこの本の著者は世の中の 99% の問題を筋トレによって解決できるというふうに言っています。 99% はさすがに言い過ぎでしょうとは思いますが、筋トレにはそれだけのポテンシャルがあるというのも納得できちゃいます。というわけでここまでの内容をまとめます。筋トレによって得られるメリットは本当にたくさんある。具体的には体力向上、健康、ストレス解消、自尊心の向上、アンチエイジング、セクシーな体を手に入れてモテるようになる、筋トレ仲間ができるということでした。というわけで最後に全体のまとめと私の個人的な意見補足です。筋トレによって体や精神にいい影響を与える3つのホルモンの分泌を促すことができる。テストステロンは強くて健康な体、やる気や闘争心、若々しいエネルギッシュさを作る。セロトニンは頭をすっきり、気分を爽快、痛みを取ってくれる。ドーパミンは快感や多幸感を与えてくれるということでした。
また筋トレによって得られるメリットはそれだけにとどまらず、体の外側もそうですし、体の内側からも、また人間関係においてもみたいな感じで、たくさんのメリットが得られるということでした。今回紹介したのはほんの一部でして、まだまだ紹介できていない部分がたくさんあります。本書を全部読んでみたら、この本の著者が世の中の 99% の問題を筋トレによって解決できると言ってるのに対して、あ、確かに 99% っていうのも過言ではないかもと思わされるかと思います。他にもいくつか著者の言葉を引用しますと、自尊心と筋肉は兄弟、メンタルが弱い原因はフィジカル、仕事ができる人は筋トレをしているなどがあります。何か新しい趣味を探しているという方、今少しでも筋トレに興味があるという方におすすめの本です。一度読んでみるとめっちゃ筋トレしたくなると思います。今回紹介した本、筋トレが最強のソリューションであるには、筋トレの様々なメリット、いろんな方面から見たメリットが書かれていますので、ぜひ読んでみてください。今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは脳科学と心理学の本の解説動画を土曜日の朝9時を目安に投稿しています。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。